今遺伝子暗号解読が進んでいろいろ面白いことが分かっておりますが、その面白いことの一つはノーベル賞を取るような人の遺伝子暗号と全く普通の人の遺伝子暗号は差は0.1%内外だということが分かってきました。この0.1%がもちろんこの人の能力とか体力に大きな影響を与えるんですけど、これ逆に言いますと人間として生まれてきたら99.9%同じ遺伝子暗号を持って生まれてるってことがあります。私どもは今0.1%の差をいろんな問題しております。あの人は偏差値が高いとか、100メーター走ったら速いとか、それはわずか0.1%。だから私は最近、これをあんまり問題せずに、人間として生まれたら99.9%同じ可能性を持って生まれてるということを、もうちょっと私どもは、これを知ろうと。ノーベル賞級の先生も普通の人もちょぼちょぼなんですね。とか天皇陛下に申し上げました。言うのやめとくかと思ったんですけど、なんなら私の横に江崎レオナさんがおられましたんで、江崎先生の遺伝子と偏差値が低くて大学に行けなかった人の遺伝子の差はちょぼちょぼですよっていうのはちょっと言いにくかったんですけど、ちょぼちょぼと言わずに0.1%の差だから私は半分冗談半分本気に、私どもの学生さんに講演先生でもノーベル賞取ったんやから、お前たちみんな取れる可能性があると言っています。可能性であります。なかなか取れませんが、しかし可能性があると思うかないと思うかは違うんですね。今の学生さんはそんな大研究する先生と自分とはもう頭の構造が違うというの。違うんですけど0.1%しか違わない。しかし残念ながら私どもの中には遺伝子は眠っておるわけですね。だこの眠ってる遺伝子のスイッチを入れればみんな花が咲くんです。